ハローキティのイメージは、ちょうどなんかプロフィールを見たらば、僕と世代がすごい近いんですけど、なんかそれだけ長い期間にわたって40年もうみんなに愛されているキャラクター、可愛くてすごいなんかふわふわしてて、なんか優しい清楚な女の子っていうのが、猫なのかなんか分かんないですけど、にキャラクターに落とし込まれてるっていうイメージを持ってます。ハローキティ面のイメージとしては、その清楚ななんか可愛い女の子っていうのが今度クールになっていくのかなっていう印象で、アイテムとしては T シャツなんですけども、でフォトプリを使って、で2種類で、その写真自体がそのカメラマンさんがロンドンで作品撮りで撮りためてた写真、うちのちょっとブランドのコンセプト、パッチリ系クイタつぎはぎだらけのやさ男な、なんか男のくせにちょっとこうおしゃれをしてたりとかっていうテーマがあるんですけど、ロンドンのそのストリートの人たちが何でもなくおしゃれにこうクールにしてる写真を今回使わせていただいて、そこにそのハローキティで、ハローキティ面のまあこうアイコンとなるようなグラフィック何かを入れ込んで制作してます。中村和孝さんというカメラマンさんで、もうそれこそ同世代、僕の1個上の先輩なんですけど、うちのずっと立ち上げからルックブックからもろもろ全部、撮っていただいてたり、モデルさん、タレントさん、何かこう例えばブックを出される方も引っ張りだこの超売れっ子のカメラマンさんです。 T シャツなんで、そんなにすごいこう凝ったように着ていただくっていうよりは、そこにうまくこうパンツを合わせて、シンプルに、でまあ小物でちょっとキャップだったりハットだったりって合わせるぐらいの感じで着ていただけたらなと思います。